島県、津波警報が北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、茨城県、千葉県九十九里、外房、伊豆諸島、以上の地域に津波警報が発令されています。これらの沿岸では直ちに安全な場所へ避難してください。これらの沿岸では直ちに安全な場所へ避難してください。それから速報ですが、東京電力によりますと新潟県の柏崎原発には異常がないということです。速報が入りました。東京電力によりますと新潟県の柏崎原発には異常がないということです。地震に関する情報を繰り返しお伝えしています。午後2時46分ごろ地震による強い揺れを感じました。東京都23区でも震度5強を観測しています。東京都23区でも震度5強を観測しています。手元に入った情報によりますと、震度が一番揺れた地域、震度7を観測したのが宮城県北部です。震度7を宮城県北部で観測しています。それから速報が入りました。政府は午後2時50分、宮城県沖を震源とする地震に関し、首相官邸内の危機管理センターに官邸対策室を設置しました。政府は午後2時50分、宮城県沖を震源とする地震に関し、首相官邸内の危機管理センターに官邸対策室を設置したという情報が入ってきまいりました。2時46分ごろ地震により強い揺れを感じました。震度3以上の地域は次の通りです。震度7が宮城県北部、震度6強が宮城県中部、福島県中通り、福島県浜通り、茨城県北部、茨城県南部。震度6弱が岩手県沿岸南部、岩手県内陸北部、岩手県内陸南部、宮城県南部、福島県会津、栃木県北部、栃木県南部、群馬県南部、千葉県北西部。震度5強が青森県、それから岩手県沿岸北部、秋田県内陸南部、山形県村山、山形県の一部、それから埼玉県北部、埼玉県南部、千葉県北東部などとなっています。東京都23区も震度5強を観測しています。速報が入ってきております。菅総理は地震への対応を協議するため全閣僚を首相官邸に緊急招集しました。菅総理は地震への対応を協議するため全閣僚を首相官邸に緊急招集しました。気象庁によりますと予想されている津波ですが、宮城県で6メートルが予想されています。そして気象庁によりますと岩手県大船渡市で午後2時54分までに20センチの津波を観測しています。大船渡市で午後2時54分までに20センチの津波を観測しています。繰り返します。東北電力によりますと地震で宮城県の女川原発が自動停止しました。被害がないか調べています。東京電力によりますと新潟県の柏崎刈羽原発は地震後も稼働しています。柏崎刈羽原発は地震後も稼働しています。鉄道です。 JR 東海によりますと東海道山陽新幹線は全線運転を見合わせています。 JR 東海によりますと現在東海道山陽新幹線は全線で運転を見合わせています。津波が各地で観測されていますが、観測している津波の高さよりさらに大きな津波が到達していることが考えられます。現在津波予報を発表している沿岸です。大津波が岩手県、宮城県、福島県に